トーマス・デビッド・カニンガムは、アメリカ合衆国アラバマ州カルフーン軍、ジャクソンビル出身のプロ野球選手。宇藤良だ。現在は、フリーエージェント。2010年の MLB ドラフト2巡目で、アトランタ・ブレイブスから指名され、6月10日に契約。契約後、参加の A 級、ローム・ブレイブスで、プロデビュー。65試合に出場して打率。260.1本塁だ。 20打点7盗塁の成績を残した。2011年は A 級リンチバーグヒルキャッツで87試合に出場し、打率257.4本塁が20打点14盗塁の成績を残した。2012年は A 級ミシシッピブレーブスで120試合に出場し、打率309.3本塁が51打点24。 当類の成績を残した。2013年は、トリプル A 級、グーイネットブレーブスで開幕を迎え、7月30日に、リード・ジョンソンが、故障者リスト入りしたため、ブレーブスとメジャー契約を結んだ。同日のコロラド・ロッキーズ戦で、メジャーデビュー。7回裏に代打として出場し、ジェフ・フランシスから、サゼンアンダを記録した。昇格後は6試合に出場したが、 8月11日に、ジェラルド・レアードが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級グーイネットへ降格した。8月23日に最小格し、2試合に出場したが、無安だと結果を残せず、28日にトリプル A 級グーイネットへ降格した。この年メジャーでは8試合に出場して打率、250の成績を残した。2014年2月25日に、 ブレーブスと一年契約に合意、3月20日にトリプル A 級グーイネットへ移動した。この年はメジャーでプレーできずトリプル A 級グーイネットで120試合に出場して打率287.8本塁打58打点19盗塁の成績を残した。2015年10月9日にウェーバー工事を経てロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 2016年4月2日に40人枠を外れる形で参加の AA、A、級ソルトレークビーズへ配属された。6月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月18日に戦力外となり21日に40人枠を外れる形で AAA 級ソルトレークへ配属された。7月6日に再びメジャー契約を結んで アクティブロースター入りしたが26日に戦力外となった。その後はシーズン終了までトリプル A 級ソルトレークで過ごし10月3日に FA となった。2016年11月18日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。二千十七年は開幕から 参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーした。2017年7月10日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレーし、移籍前を含めた2球団合計で96試合に出場して打率。284.4本塁が31打点7盗塁の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2017年12月7日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕から参加の AAA 級インディアナポリスインディアンスでプレーした。2018年4月26日に後日発表選手とのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。 移籍後は参加のトリプル A 級、シャーロットナイってプレイしていたが、5月15日に自由契約となった。ありがとうございます。